何やそれ。出ました、ひょうたん、うん、これもひょうたん。そう、ひょうたん、ここもひょうたん、ひょうたん推しで、あれ、あそこもひょうたんですよ。おはようございます皆さん、時刻は8時49分。ここはですね、いいです、ひょうたん山駅、ひょうたん山駅にやってまいりました。今日はここからツツジですね、毎度おなじみ、今年はどのぐらい咲いてるでしょうか。お、ミニ、なんとですね、我々ね、久しぶりに100キロマラソンをエントリーしたんですね。それの、その名も村岡ダブルフルウルトラランニング。4年ぶりかな。4年ぶりですね。今年は台風ね、バッティングしなかったらいいんですけどね、うんうん、その9月の開催に向けてちょっと坂道を走ろうというプランであります。最近は坂と見れば歩くっていう感じだったんですけどね、今日からはもう坂と見れば走るで、ちょっとトレーニングしていきたいと思っております。9月完走できますように、頑張っていきたいと思います。それでは今日も元気に行ってみよう。上田まで参ります。ひょうたん山稲荷神社です。立派ですね、いつ来ても、うん、左の方だけ加えてはんのかな。え、こっちは加えてはれへんの、うん、おー、ほんまや、そうやね、あ、うさぎ、うん、満車です。もう列ができかけてたね、うん、ここはね、車を止めて結構歩くから、うん、開くのに割と時間かかると思うよね、1台あたりが、うん、やっぱり駅からちょっとね、うん、歩いてくる方がおすすめかなって気しますね、楽楽、センターハウス、センターハウスに到着しました。パンとか持ってるみたいですね、うん、ドリンクも買えます、はい、今日はね、坂トレやから走ります。はい、トンネルが出てきました。はい、ツツジ園はこれを右に行く方が一番近いです。はい、今日はあれ坂トレなんで、もうちょっと真面目に走りたいと思います。はい、行ってみよう。行ってみよう。おうおうおう。頑張れ。ここまでや。はいと。村岡への道その一クリア。イエイ。イエイ。はい、ね、あ、しんど、あ、しんど、ここで前、あ、
あの会って喜んでくれた人たちがいてね、思い出すね。時刻は9時36分、はい、距離は 4.4 キロ、はい、真面目に走りました。久しぶりに久々に展望台です。はい、今日はよく見えますね。すごいね、途中から見える景色も綺麗でね、藤の花がすごかった。はい、トイレもあります。やっぱここはね、中道を走っててさらにご褒美景色があるからすごくいいコースだと思いますね。見晴らしトイレ、はい、なんであれが PL やって分かるの？あの形珍しいやん。で、あんなところにあんな高いの建てるのはあれだけ。そうなんだ。花園のラグビー場。へえ。めっちゃ街やな。もう建物だらけやね。六甲山、明日行きます。でもね、人ってね、いいところにやっぱり家を建てるもんやね。山に囲まれてさ、平野に。へえや。へえやん。ちょっと意味不明。三原市休憩所。新緑って感じよね、うん、これぞ新緑なんて言い直したそして走るとこんな感じです。はい、もうね、このようにね、木陰の中をね、車が来おへんところを走れるっていうのはね、これはね、数ある坂の中でも生駒はいいとこやなと思いますね。なんかね、今まではね、あの最近歩くことばっかりしとったから、坂道とかでも歩いてたんですよ。でも走ったらね、あっという間に着くからびっくりしてやっぱ走るって速いな今更やけど。いや、自分が走ってるとさ、なんかめっちゃゆっくりで遅そうと思うんやけど、それでもやっぱり歩くより断然速いね。速いわ、驚き。はい、ブダ脱走。はい、はい、時刻は9時50分、はい、距離は 5.6 キロです。はい、ここどこポイントですかね。これは楽楽登山道が終わって、はい、袋貝峠につながる国道、はい、308号線との合流地点です。はい、なんとね、これ国道なんですよ、この細い道ね。はい、はい、すごい傾斜なんですけどね。はい、ここはちょっと歩いていくことにしましょう。はい、はい、はい、すごい坂です。やっぱりね、人間目標があると頑張れるね。うん、はい、その村岡は9月の終わり、はい、20何日ですかね、にあります。はい、その前に8月は北岳リベンジ。ああ、そうやね。やなので、やっぱりね、この坂道とかをね、ちゃんとね、歩いたり走ったりして鍛えとこうというプランであります。はい、はい、ただ、さっきも言いましたけども、数ある坂道練習場の中でも生駒はね、かなりトップ3ぐらいには入るいい練習場じゃないでしょうかなぜならやっぱりトイレがね、定期的にあるという安心感トイレ問題大きいですよ。はい、でなおかつ日陰があって車が来ない、安全、安心、はい、景色が良い、はい、というね、おすすめのコースであります。そうであります。はい、もう自然大満喫ですよ、これ。あ、これ暗がり峠に出る方か。あっちや、これが。あっせ。分かってなかったんか。あ、ちょっとよく分からへん。あそこがゾンチャイやな、あっちの。そうそう、末広じゃや。ね、そのまま過ぎたら山岡ピザとかの方。そうそうそう。よしよしよし。分かったんね。まに。何べん来とんだね。あ、涼しい。いや、これがいいよね、山を吹き抜ける風は。これすごいね、森林よ。あの雨がさ、ちょっと前に降ったから余計にね、生き生きしてるね。緑、もうなんか深呼吸、はぁはぁって感じ。はい、時刻は10時5分、距離は 6.6 キロ。お手洗いポイントでございます。丸川空港所です。はい、前は自販機かち割られてたんですけど、どうなんですかね、使えるんですかね。自販機ないわ。ないねやばいポイントや。トイレは？あ、トイレ大丈夫です。はい、行きましょう。
純吉のロイホ編いや、まあ、あるんか今日もいやこれは人気コーナーやから、ね、この間が高級食品やったからロイホ編やろ、はいはい、だんだんね、なんでとにかくねパッキーとかありがとうございます。ありがとうございます。使えるかなと。わあ、ありがとうございます。出演していただいていいですか。どうぞ。ありがとうございます。僕も家が山の元なので。ああ、そうなんですか。山なんで。ああ、いいとこですね。ライフワークみたいにして。ああ、そうなんですね。今日も氷田山から来たんです。そうですね。はい。氷田山の本当に駅の近く。ああ、そう。そこからスタートやったんですよ。今日ですよね。はい。去年も確か春の桜の時、はいはい、そう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 、ね、今日はつつじ狙いで、あですね、8部7部か、あそうですか、やりました、楽しみ。じゃあカツラギも行くんですか。行きません。行きません。明日6校全入しようと思って久しぶりに、はい、すごい行けるかどうか分かんないね。ね、トライあるんですよね、あそこね、50キロぐらいありますね。言うても40だけだけどね、うん、そうなんです、そうなんですよ、はい、成功した化石でまた。もう一回やってみたいんですけど、行ったことないんですけど、はいはいはい、途中まで。何回かに分けてもいいと思いますよ。いやでも一回見ていきたいですよね。今ちょっとね昼間の時間が長いんで、あ、はいはい、そうですね。そうなんですよ。おすすめですね。明日は宝塚スタートのスマウラゴールで、はい、要望が多い逆打ちバージョンの道案内。あのスマウラの夜景をお届けします。YouTube 楽しみます。ありがとうございます。これも上げていいですか。いいです。はい。はい。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい。失礼します。はい。さよなら。はい、地元にお住まいということでした。あ、嬉しいですね、はい、なんとね、美味しい登山さんと声かけられて初めて会ったのでちょっと感激しましたねいやちょっと浸透してきて嬉しいですね。こういう出会いも含めて美味しい登山ですねなんだそれなんでやで、こう、身も知らぬ人とさ、パンプロパン純吉の学校給食編、あ、ちゃうわ、ロイホ編どっちや純吉のロイホ編、はい、あのですね、もうとにかくね、めっちゃ失敗するんですよ相変わらず、あもうね、相も変わらずめっちゃ失敗するんですよ。もう卵、あ割れてもったらなんかしょっちゅうなんですけどね、うん、もういろんな失敗するんですよ、うん、それでもね、諦めずにやってたらちょっとずつ、うんうんうん、何ですか、ちょっとずつ、あの、ね、仕事がね、テキパキね、うん、次にすべきこととかがね、はいはい、霧が晴れるように、こういう霧がさーっと晴れるように自分のやるべきことが分かるんですよ。ほんで、土屋さん、あれやってる、これやってる、うん、って言われた時に、はい、やりました、はい、できてます、うん、あと1分で出ますとかね、うん、的確にね、その聞かれるであろうことがイメージできて答えられるっていう、うんうん、のがね、もう自分でね、すごいね、手応えを感じてきてね、うん、もうみんなみたいにテキパキできるようになりたいってね、思っとったのにね、うん、ちょっとだけなんか指がかかった、人差し指がかかったぐらいの感じに慣れてきたような気がします。なるほど。はい、人差し指がかかってきたような気がします。失敗の連続らしいです。もうね、失敗を恐れててはね、先に進めない。はい、うん、それをね、許してくれんやったらね、それをね、うん、1年後には10倍返しで恩返しできるようにね、頑張ろうと思ってね、はい、倍返しだ。10年後って10年もじゃあ1年後には10倍返し、はい、よ、目標に頑張ります、はい、こちらから以上です。以上です。またね、はい、はい、お伝えします。時刻は10時18分、はい、距離は8キロジャストです、はい、じゃーん。おっしゃる通り、七分咲きって感じかな。満開の時はあの緑がないぐらいの感じですね、はいはい、なるほど。あ、本物です。あ、出演大丈夫ですか。今ちょっと見てたんです。あ、そうですか。何年前のやつかな、あのラッキーガーデンに見て、ラッキーを超えよう思って、ありがとうございます。もう近場しか行ってみます。どちらまでですか。今日はもうこれだけ見に来て、で明日6校全集しようと思って、もうね、久しぶりなんで。明日これやって今後しようか、6校しようか。ああ、神戸なんですか。きっと明日もね、いい天気なんで。
ですよね、はい、もったいないな。あ、行きましょう行きましょう。あ、よかった、嬉しい。そんな喜んでもらえて、まあ、一緒で、絶対会えないと思う。だからもう、ジョスさんとかヘッポコさんかどっちか会わへんかな。ジョスさんには私も全然会えないよね。そう、会ったことないですよ、僕らも。はい、ヘッポコさんは。そうそう、宮見さん本気で泣いてます。ありがとうございます。クローナが元気いただいて。あありがとうございます。なんかこういうのは初めたの。そう。見てたらなんかやってみたい。いやいや。やけにもね。すぐやけにが。可愛い。楽しく過ごしてもらってるんですね。背景にいいですよね。撮影しますか。いいですか。もちろんもちろん、やりましょう。走る走る走るよ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、行ってきます。はい、大歓迎していただきました。まあ、なんかね、ああいう姿を見るとね、本当ね、YouTube 上げてよかったなと思いますね。教祖様みたいですね。いや、教祖はちゃうんやけど。いや、でもね、ブーブー、これをきっかけにね、走り始めたとか言ってもらえるとね、なんかやっぱりね、人生に彩りができるやん。走ることで助けられてること、私自身もすごくあるから、からね、ちょっとでも人の役に立ててると思うと嬉しいです ね、はい、ありがとうございます。はい、はい、いいね、青空はやっぱりいいね。ちょっとね、雨に濡れるとね、ツツジ雨に弱いからね、ちょっと傷んでる部分はあるけどね。関西風景しなくは。今は すごい、うん、これはもうちょっと終わりかけてるってことですかね。あのね、私まだかと思ったらね、よくよく見たらもうつぼみがなくってね、うんうん、茶色くなってるから。早かったよな、ね、今年だいぶ早い、うんうん、だいたい5月の、あ、でも 3,4,5 やからもう、でもちょっと早いよ、やっぱり例年より、うん、例年が 3,4,5 ぐらい。そうやな、ちょっとこれやっぱりね、今年は早かったっすね、うん、ちょっと終わりかけって感じですね、うん、これから行くんやったら桂木さんの方の筋ですかね、うんうん。二段になってんの。そうそうそう、二段になってる。だからこう眺めた方が、ぶわってこう迫力が、なんか壁一面って感じするね。うん、そこ張り切ったんだよ、中をね。あ、すごい。見応えある。この青空がすごいね。10時37分、距離は 8.7 キロ、はい、石畳の道、はい、石畳の道、北駅にあと 3.1 キロで戻れるみたいです、はい、ここから降ります。はい、今日初めての山道です。あ、そうなん。あ、そうやな、りゅうちゃんここ通ったことあるの。ない。あ、じゃあ初めてやね、うん、ちょっと危険な道です。初めて。あ、そう、うん、逆から来ると印象ちゃうね。はい、山道です。山道です。ちょっと危ない山道でした、うん、石畳の道。うん、いや、ツツジの時期はね、この道もすごい通行量が多いからね、うん、結構人行き交うの大変でしたね、うんうん。そうか、時刻は11時1分、はい、距離は 9.9 キロ、はい、戻ってきました、はい、ぐるっと回ってね。はい、楽々登山道です。はい、いやー、ちょっとね、雨上がりの日は要注意のツルツル具合でしたね。もうロード靴がもう滑る滑るって感じでした。はい、ツツジは今年はね、例年よりだいぶね、花が終わりかけって感じだったんでね、うん、うん、まあでもすごく綺麗でした、青空と相まって、うん、
A コースでしたね。素敵な出会いもありましたし、はい、はい、で駅までまた向かって走りたいと思います。はい、おーい、ちょっと腹いったな。猿って感じ。でかいな猿。でっかー。どこにおったんやお前。日本から来たんかって感じ。うん、のんびりサービス満点やで猿。はい、あ、時刻は11時5分、はい、10.3キロ、はい、楽々センターに向かってます。はい、お11時11分現在、はい、もうね、駐車場やばいね、うんうん、行楽を楽しみたい人こんなに行くんだよね、うんうん、しかしここであんまり時間食ったらね、うん、お昼も食べられへんし大変やな。やっぱりね、公共交通機関が一番だよね、なんだかんだで。そうやな、うん、はい、戻ってきました。氷炭山駅、時刻は11時37分、はい、距離は 12.7 キロです。はい、いやぐるっといいコースですね、うん、いいコースでしたね。いいコースでしたね。ちゃんとしたね。おーい、ぐるっとしてきました。はい、親玉ちょっと今日出番なしだったんで、ちょっと親玉感想聞いてみましょう。はい、かゆ。あの虫増えてきたんで、虫除け持ってきましょうね。はい、はい、楽しかったですか？はい、またね。はい、またね。からのビルの海です。マグロ、うん、エンジっていうのエンドキ、うんうん、エンジちゃうかな、知らせて失礼します。ひかりさんも好き、はい、500円、うん、美味しい。てかこのアサリの汁がすごい染みる、うん、めっちゃ美味しい。